アモちゃんどこ行くの？アモちゃん？ほら、大覚寺のカモちゃん。大きくなったね。あ、あそこにもカモ上がってきました。あら、どこ？はい、あ、カモ、あそこそうだね。はい、いや、あら、あっちっす。これカモじゃないな。近すぎるんじゃないですか。これカモじゃないの、これは。これホかな？ホ？ホ？ホって何？おさな池。あ、え、走ってる？あんた脅かすからよ。でも逃げないね。飛んで逃げないね。あ、向こう行った。お、白い鳥。あ、あそこにほら。カモちゃん。カモちゃん。カモちゃん。いいね。あ、カモちゃんなんかいるのか。あ、ちょっとあんた。何したの。木が腐ってますね。あんたの両剣が腐ってんじゃない？ほら、見てこれ、こう時代劇の聖地。これ新しくなりましたね。そうそう、前はちょっと危なかったよね。もうずいぶん前。え？え、鯉？鯉がいる？お、でか、でかい鯉。大川の隠居だよ。ほらほら出てきた。コイ。ほら出た。でか。コイちゃん。うわ。大川の、ああ、出た。出た。あ、いっぱい寄ってきたよ。なんか持ってない？サラジ。葉っぱ。いや、葉っぱじゃダメ。食べ物。うわぁ、コイちゃん、すごい。口開いてるよ。ごめんね、何もないのよ。なんか持ってないの、本当に。レンタカーの鍵ならで、でばっかりやろ。それ渡して、ちょっとなんかオフかなんか売ってないかね。なんかあげたらダメなんですよね。ご飯あげたらダメなんですよ。あら、なんか寄ってきました、いっぱいねえ。あ、いいえ、すごい慣れてますね。ね、カモちゃんもいるし。あ、また来た。太ってるね。ほら、またこれさっきの鯉じゃない、これ。いやだ、何匹出てきたのこれ。なかなか釣り上がらない。いや、すぐ釣れるよ。いやー、怖っ。怖い。いや、何もやってない。いやー、ソラジ。あれ、錦鯉ですか？錦。錦市場だよ。あ、錦、ほら、出てきた。いや、ちょっとなんか、あげたいね。いや、すごい。そらちゃん、口開けて。いやです。じゃあちょっと取ってよ。はい、やってて、もっとお願いします。これは年齢制限かけた方がいいと。なんで。あ、ここも出てくるね。連絡所行ってたよ。もう何回も飛び込んだって、ここで。え、仕事でですか。え、そうだ、時代です。円楽賞出てるんですか。暴れん坊将軍の柱もやってたしね。6代目ですか。そうよ。へ、あれの何作目かな。もう長いことやってるから。そうなんですか。福本清三さんなんかね、ここでもうガーッと飛び込んで。あら、あそこカムちゃんいるじゃん。ますね。行けないんですね、あっちは。ここはダメ、入っちゃう。これ時代劇の時しかね。わあ、綺麗ですね。え？水面が反射して。いや、本当だね。今日はいい天気だから空が映ってるよ。これ画面で見るともうすごい綺麗ですよ。ちょっと見てみてください。皆さんに見せてあげて。これどっちが空かわかんないです。あ、本当だ。わ、すごい。うわ。いいね。水面に映ってる空。あんた、ソラジって
いい名前つけたね。そうですね、ありがとうございます。ね、じゃあ2つ目でガンジーってのはどう？どういうことですか？インドですか？いやー、そう、非暴力での抵抗ですか？あそこもよく出てくるね、あの相撲取ったじゃない、あの相撲してましたね、あそこで。これ時代の時のこれ、これが世界一だ。これ本当によく出てくるんだ、これ。何のシーンで出るんですか？決闘のシーンとか。ここで決闘するんですか？うん、ここでもう仕事人取ったりして。あ、切り合いですか？うん、ここから出てくるんだ。山本さん、いい月でございますな。ブギョ、これが月の見納めだぜ。カチ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 。楽しそうで何よりです。こっちが旅立ちのシーンとか。あ、手前側は水面綺麗ですけど、向こう側はなんかハスですかね。草がね、水草が。なんかすごいでかいハスのキャベツみたいなの浮いてますけど。本当だ。はい。これ何だ？あ、いいだ、これは。ここは本当によく出てくるね。時間じゃし、ここがもうね。旅立ちのシーンにちょうどいいんだよね。いや、綺麗な絵が撮れてますね。こっちにもあれがあって、こっちにも。じゃあそろそろ散ろうぜ。飛び込むんですか？ほら、ここまたいいんじゃない。あれ葉っぱですかね。キャベツは何なの？あ、ハスの葉だ。葉だよ。蚊がいました。え、俺も蚊に気づかれた。捕まえました。え？蚊です。あら、恋にあげようかな。ちっちゃすぎて気づかないんじゃない。いや、俺も食いつかれた。ほら、ここ蚊取りました。ほら蚊を取りました。蚊ほら、はい。蚊なら大丈夫、自然の餌だ。もうそうですね。もう出てこないかな。でもアメンボとかは恋食べないんですか？こっちにはいない。アメンボ食べるよ、恋小さ。あれ、どこ行った？落ちた。今このアメンボも少ないんだってね。ここはいっぱいいますね。どこ？ここにアメンボいっぱい。ここも自然の。あ、どんぐり。どんぐり食べるんですかね。どんぐりは食べないよ。でもどんぐりコロコロってなんか出てきますよね。どんぐりコロコロ、どんぐりこ、お池にはまってさ大変。ソラジが出てきて、こんにちは。土壌ですよ。あらあら、なんか結婚式のあれ撮ってるんだ、君の撮影。師匠にもその日が来るかもしれないですね。そうそう。いつもあることだろうね。はい。このお堂はもう本当よく出てくる。あ、鯉いましたよ。いた？はい、真下にいます。でっかい。あ、でっか。どんぐり食わしますか？これ一匹だな。一匹もんです。あら、早い。全然気がつかない。重いね、どんぐり。これは大きい？詰まってますね、どんぐり。小さいよね、普通。はい、割って中身あげた方がいいかもしれないですね。いや、どんぐりもすごいんだよ、エネルギーが。かゆ。セミが出た。あの、結構出てますね。出てるね。これすごいよ。あれ、ショーおしゃれの履いてますけど。え、これ買ったの。どうしたんですか、これ。昨日、はい、あそこの市場のドンキホーテで。ドンキホーテでね、歩くとね、はい、あの、ほんと草履がね、減るのよ。あ、そうですね。京都来ると1万歩は1日歩くからね。ああ、いや、ここでね、ここはもうほんとよく出てくる。
この音。タビかっこいいですね。え？タビ？これあの門馬先生の旦那さんの遺品なの。はい、あ、オーダーメイドじゃないですか。うん。ぴったり。ぴったり。タビたちは小さいと思ったけどね。これがほら、あれ出てくる。うん？あの北山杉。首なし地蔵ですか。違うよ。首なし幽霊の辻じゃないや。でも幽霊、幽霊の辻。でも頭の先が欠けてる地蔵ありますよ。なんだっけ。首だけ地蔵もいますよ。うん、これ首だけですよ、ね。冷たい雨が雪になり、君の足跡隠れて消えて。蚊がいるんで、そうそう退散しましょう。ちょっと歌ってんだな。消えて涙。混じりの雪払い、北山杉を思い出します。あの頃二人は大角の白い石仏触れた耳たい青春色の音の街をずっとずっと見つめていましたって。ハスだね。はい、ハスダインター混むとこですね。あんた前俺をあんたここにいて俺をずっと撮ってたじゃない、周りの間。はい、え、これがどうかしますか。大丈夫ですか。腸痛がい。腸痛がい、うん、何ですか腸痛がい。腸痛がいって知らない。分かんないです。ほらドアのここな、何でそれは分かります。どこにあったんですか腸痛がい。おっとおっとおっと、うん、おっとおっと、これは映せませんね。でもマスク越しだからいいんじゃない。マスク越しじゃないですよ。じゃあ俺たちもやろうか。いや、あの今カメラの外で何が行われてるか視聴者は見てないですけど、一応そこ入っちゃダメなとこです。あ、今師匠の発言はものすごい、もう法に引っかかるレベルのセクハラ発言でした。何が。今のさっきの発言です。あ、新しい橋作ってる。橋ができるんだね。あ、もうでも今ここ渡れますよ。いや渡れない、落ちるよ。師匠お願いします。バカ野郎、俺なんかもう平行感覚は鈍ってるからドッポーン鈍ってるんだ。そりゃそうだよ、向こう行くのにね、はい、ぐるーっと回んなきゃいけない、ね、これ行き止まりなんですよね。うん、ちょっと鈍ってるの平行感覚だけですか。あとはセクハラ発言もう許せねえ。これは誰でしょう。いやちょっと難しすぎますよその質問は。出てくるね。わ、めちゃくちゃいい映画今撮れてます。え、木の隙間から太陽の光が、ね、この池をバックにさ、ほんと時代劇ってね、もうほんと素晴らしいロケ地だね。あんたロケ地。師匠に言われたくない。前座に言われてんでしょ。師匠に言われたくないです。俺はあんた金は使う、生きたお金は。じゃあ僕に使う金死んでるってことですか。身内にはケチじゃないですか。なんでよ、そんなことねえよ。外面はいいですけど。なんで身内にケチだっていうの。身内にはケチじゃないですか。なんでよ、どんどん渋るじゃないですか。なんで渋るの。それ僕が聞きたいですよ。何言ってますの。これでいいとかって言ってくるじゃないですか。これで勘弁して。だって俺、はい、ちゃんと俺はもらった金額を全部見せるでしょ。見せなくていいんですよ。多分全然見せてくれなくていいんで。そうなんです。何ですか。ハスが見たいね。ハスはどうぞ水面へ寄ってください。え、水面に寄ってってください。俺はあんた突き落とそうとしてんね。いや、そんなことしないです。手が出てきて引っ張られるかもしれない。怖い。いや、もうあのあそこの王道とね、旅のあそこを撮れるのはもうね、大活躍がいいよ。はい。
どんぐりも拾ったし。子供じゃないですか。チャララララランしょ、怒られますよ。大覚寺の松を勝手にちぎったりしてたら本当に怒られますよ。すいません。落ちてるやついくらでもあるんですから、落ちてるのでやってください。松ぼっくりの空地。あ、汚れたよ。あ、股間を今触られようとしてます。そういうことばっかりな。なんでそういうことばっかするんですか。ほら、このハス見て、でっかい、ね。あ、これは立派ですね。でっかいキャベツみたいな。はい。いや、これ古代ハスかね。古代。うん、宇佐八幡にもあんのよ。へえ。ずーっとね。でかいっすね。もう種をね、何百年と一着かしてても水の中に出ると芽が出てきます。それはすごいですね。うん、SDGs ですね。うん、なんかそういう動物もいるよね。魚か。ああ、乾燥したところに、はい、雨季で川になるじゃない。はい、そこで魚があれして乾季になって土の中で、うん、で死なないでね、はい、でまた水がこう出てくると雨降るの待ってるんですよね。稚魚が生まれるの、はい、カメラ回ってるからっていいことしてるんでカットします。じゃあソラジ、はい、ここで明るいだぞ。いやー、すごい綺麗です。二つ目になってもお別れです。ありがとうございました。切ります。あ、鳥。あれ、白いね。シロサギですか。シラサギか。二つ目になっても何ですか。ん、二つ目になっても何ですか。二つ目になっても自分の元になったものを忘れちゃいけねえよ。そうですね。別れのセリフですね。いい感じだ。あ、ヘリコプター。あら、さっきの声がまだいます。ここじゃないよ、向こうだよ。違いましたっけ。また出てくるな。ちょ、本当は2つ目になっても俺をここに連れてこいって言おうとしてましたよね。言ってねえよ。そうっすか。そんなこと、京都に連れてこいって言いたかったじゃないですか。まあ、気が向いたら。いや、気が向いたらですよね。あんたの気が向いたら。それ僕の多分決定権ないっすよね。あんたまたほらね、お仕事を皆さんに作っていただいて、はい、浜松行った1週間の間に、はい、皆さんに、あれはなかなか強引な1週間でしたね。で、楽しかったでしょ。過激でした。え、過激でした。ちょっと近くまで行くんでって言って、浜松ですからね、その近くって。半分ぐらいまで東京から行くにしたら近いじゃない。それはなかなか感覚が飛んでますね。でもいろんな体験できたでしょ。まあ、そうですね。ありがとうございます。神津の池、神津の池じゃない、富、はい、ね、あそこの神社行って、はい、それから玉師匠にお世話になりまして、玉ちゃんで漫画さんにも、はい、三宮、あ、漫画師匠は金沢大学出身だそうで、あ、そう、すごい。石川県で会をいくつかやってて、うん、一緒にやろうって言ってくれました。あ、そう？はい。俺もよろしくお願いしますって言ってて。言っときます。言ってはみます。俺はもう本当お安く出ますから。それやると下の子が困るじゃないですか。安売りしないでください。いや、あれは安いよ。急ぎ働きはしないからね。あとほら、福丸さんのモンド寄せ、はい、いいとこでしたね。モンドだ、モンド役図だっすよね。はい、また来いかな、来いかな。あ、来いかな、行かない、来いかな。こいちゃん来たよ。こいちゃん、はい、こいちゃん、いや、行くよ。
いやどんぐりが沈むのが早い。こいつはいないよ。ちょっと持ってて。こいちゃん。じゃああんた、はい、何取りながらあんた携帯いじってんの？業務連絡がたまりにたまって、はい、じゃあこの辺で、はい、ほら夕焼けの大学寺いいでしょう。本当に綺麗ですね。え、大学寺さんありがとうございます。ねえ、夕まぐれねえ、幽連の時、それから川垂れ時です。川垂れ時、それから僕がよく言う、ね、はい、僕がよく言う、出てこなくなっちゃったんですか？うん、出てこなくなっちゃった。大間が時です。大間が時、大間が時に盗賊が仕事をやりいいのよ。人の顔も薄ぼんやりして、はい、大学寺の娘じゃないですか。あ、そっか、自分家に帰るところかもしれないです、ね、大学寺楽しんでる顔じゃなかったっす家に帰る顔してました。そうだよね、はい、だって入場料払ってこんなとこわざわざ通らないじゃないですか一人でね、はい、だとしたらもっと楽しい顔してるはずなのいいじゃないの、はい、ちょっと声かけて、もういいよ切って、落語会やんないって言ってみましょう。大学寺寄せ、はい、有名時代劇の切られ役の方とね、徳本さんもいないから峰乱太郎さんとかね、木屋さんとか、うん、西山さん、あとね、いろいろいるのよ、あの大さんとかね。と俺はもうすぐ分かっちゃう。見たら分かりますか？もし生でいたら、東映の、いやでも生で見たら分かんないかもしれない。ああ、東映剣会の皆さん、あとなんだっけ、もういいよもういいってんだよ、出てこなくなりました。もう出てこなくなっちゃった。いつも上がれんぼ勝負の声かけて、いやとかね。よしよ、この後でデートがあるということであんた、はい、デートじゃないよ、食事会ですか？食事会、あんたこれからデートがあるんじゃない？デートじゃないですプチ同窓会みたいな感じです。きっとそう、何言ってんだよ、はい、じゃあこの間繁盛亭に来てくれた、来てくれてね、友人が。じゃあまた、はい、京都から、もう京都に今ちょこっと京都に住んでみたんですね。また来ましょう。じゃあね、さよなら。